ああ、もう最悪。はい、シャツ、サイクバックワンです。冒頭のシーン、動画、間違って消しちゃって、後で気づいたの。まあ、今気づいたからいいんだけど、最悪、ほんとに。で、まあ、何かっていうとね、今回もね、僕、買いましたよシリーズなんですけど、もう開封しちゃったんだけど、開封のお楽しみってあるじゃないですか、動画で。まあ、なんですけど、まあ、今回僕買ったのはこれです。ヨガポール。まあ、またの名も、フォームローラーとか、ストレッチポールとか、いろんな呼び方あると思うんですけど、これを Amazon で僕購入したんですけど、このポールと、あとこの、ちっちゃい方も、まあ、こう手でね、こうやってやるやつなんですけど、まあ、これもセットで、なんとね、1990円。安くないですか？他のなんかそういうちょっと高いの見ると、すごい5000円とかなんか4000円したような気がするんですけど、何が違うのかな。まあ、購入したんですけど、まあ、やっぱりね、こういうのを使って、まあ、筋肉をほぐして、まあ、準備運動ですね。ストレッチっていうか、ウォームアップで、こういうの取り入れた方が、やっぱり、怪我もね、予防できると思うんで、僕は今回買いました。まあ、てな感じでこれをやっていきます。もう、冒頭で何言ったか忘れちゃったからな。はい、です。実際にやってみたいと思います。やっぱね、背中鍛える時とか、やっぱ背中をほぐしたりとか、まあ足とかですよね、ほぐすのにはすごい最適な感じだと思うんですけど、こうに気持ちいい。なるほどね。ああ、痛気持ちいい。ああ、なるほどね。まあ安い理由がね、少し分かったような気がしますね。僕一回ね、そのスポーツセンターでこのフォームローラー触ったことあるんですけど、ちょっと固めなのかな、これは。若干固めのような、まあ硬い風に売ってるのか分かんないですけど、スポーツセンターで見たやつはもうちょっと柔らかかったような気がするんですけど、痛気持ちいいぐらいがちょうどいいっていう人には結構最適だと思いますね。で、筋膜っていうのは、まあ運動とかあんましない人とかだと、やっぱりなんか縮こまって硬くなってしまうらしいので、やっぱそういうのが原因で肩こりとか怪我とかのつながりもあるみたいなのでね、だこういうものを使って筋膜を伸ばしてというか、まあ柔らかくして怪我の予防にもなりますので、まあ運動されてる方は特にこれおすすめですよね。やっぱり皆さんやってると思うんですけど、まあ筋膜をほぐすっていうことを、まあ筋膜リリース的な感じになるんですけど、ごめんなさい、ちょっとドヤ顔で言ってるけど多分間違ってるかもしれないですけど、まあって言うんですけど、でそのポイントが、効果のポイントが、リンパの血液の流れが良くなるのと、あとは関節可動域の向上とか、あとは姿勢も良くなったりとか、あとは身体機能っていうか、そのパフォーマンスの向上とか、そういうのにもつながるのと、筋トレの効果の向上とかもやっぱりね、怪我の予防にもなると思うんでね。どんな感じですかね。やっぱり筋膜、僕が前紹介した FST7 で、あの筋膜を伸ばして伸びた分を、その余った部分に筋肉がまたそんな成長するみたいな、そういう感じの、まあ、そういう類の中の一つだと思うんですけど、まあこれ本当にすごい気持ちいいですね。もし気になった方いれば、僕 Amazon で買ったんですけど、 Amazon で1900円ぐらい、2000円もしなかったんですよ。これもセットですよ。これは普通にもう手でこうやって、手で巻いてこうやってね、手でこうやって、あ、超気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。これはほぐれますね。マッサージ好きな人は特にぜひおすすめな商品ですね。まあ、一応あの概要欄にそのアマゾンリンク載っけときますので、もし気になった方はチェックしてみてください。はい、こんな感じですね。今日簡単にいきましたけど、はい、ということで今回僕が紹介したのはこのフォームローラー、まあ、ヨガポールとか、まあ、いろんな呼び方あると思うんですけど、フォームローラーの紹介でした。まあ、気になった方は概要欄リンク貼っておきますので、チェックをよろしくお願いします。これが良かったら高評価と、あとチャンネル登録もまだの方はよろしくお願いします。あとインスタグラムもありますので登録フォローよろしくお願いします。はい、です。ではまた。